質問です。自炊が苦手なのでヒューやコンなどの完全食生活を考えていますが、これらからの栄養摂取はどう思われますか？でも基本的にはサプリだな、これ。はいはい。累計2億5000万食バランスの、これカロリーミートみたいなノリじゃん、簡単に言うと。あ、ボトルドリンクになってんだ。粉末になってるってことか、これ。大紬、米、エンドウ豆、ココナッツ、ウラクシドオイルと自然な食材を取り入れ、美味しさ、栄養も豊富に。これは体に悪そうですね。頑張って取ってください。はい、超体に悪そう、みたいな。っていう感じだけど、頑張ってね、みたいな。なんで体に悪いかって言ったって聞かないんじゃないっていう感じだからさ、もう説明したくねえっていうのが正直なとこなんだけど。まあ一応答えとくと、栄養素っていうのを、そういう何かしらからでもね、その食べ物で見てから抽出して、この場合なんか26種類とかこうやって書いてあるんですけれども、そういう風な栄養素の取り方でですね、人間っていうのは栄養素が足りることにはならないのよ。栄養素っていうのはもう無限にあるからいっぱいあるのよ。何千種類もあるんだよ、本当は。ね、食べ物の中にもですね、それらが相互的に結びついて、で、それらが我々の体に作用するっていう風なのもあるし、妨害したりとかすることもあるし、それらも全部含めて食べ物としての作用があるわけですよ。だからそういう風なですね、薄く広くっていう風な、そういう作用を持っているっていうことが、まず栄養素の取り方としては大事。これはマクロビとかが言ってる一物全体とかそういう発想と非常につながる発想なんだけど、これをですね、どんなサプリメントとか、どんなですね、栄養ドリンクとかそういうものでも、絶対に補うことはできないの。だから完全食生活とかそんなふざけた言葉はないんです。まずこれが大前提。それでね、こういう風なものも今見たけど、種類がね、結局多い意味で全然少ないんですよ。僕らがやるような健康食品、健康食品扱うんだってもう何百種類とか、ね、栄養素が広く浅く入ってるぐらいの、その大前提ぐらいですから、これね、それに比べたら雑魚すぎるっていう感じで話にならんのんだけど、そういう風なのを取ってると、最初だけは栄養吸収率は長くなるのだが、そのうちにですね、今度栄養吸収率が低くなっちゃうの。もう体がいらねえよってなっちゃうってこと。そういうのをまあダウンレギュレーションとか言ったりするんですけれども、そういう風になるから、こういう風な栄養摂取の仕方をするとカスカスになります。で、そういう人うちの患者にすっげえたくさんいる。とにかくね、サプリメント信者とかそういうのが長年やってると、実際にそれで血取ったりとか栄養のね、検査とかしたらわかるんだけど、カスカスなので、それで大体みんな患者が同じこと言うんですよ。私なんでこんないろいろ取ってたのに、なんでこんなに栄養素低いんですか、みたいな感じで言うんだけど、いや、それ取ってるからだよっていう話になっちゃうんだね。だからこの人も同じっていう話になるので、あ、でもね、この人にとってプラスのことを言ってあげましょう。自炊が苦手だからこういうのを食べるっていう、この発想がダメなんで、外食してください。普通に外食をしてください。嫌味を言うんだったらジャンクフードとか食っとけっていうことにはなるんだけど、それでもこれ食うよりマシです。本当にジャンクフードのまだマシ、本当にっていうぐらいだけど、もちろんジャンクフード食わない方がいいので、チェーン店さ、もうセントラルキッチンでいっぱい作ってるみたいなやつじゃなくて、普通にその場で作ってるようなさ、そういう店とかいっぱいあるじゃないですか。みんなそうやってグルメで美味しいとこ探して、安くて美味しいとこ探しに行くじゃん。そういう店に普通に行けばいいんですよ。で、外食した方がいい、はっきり言って。その時に何を食べたらいけないかとか、そういうふうなことをちゃんと栄養学的に勉強するようになることの方が大事。